第4回クォータースターコンテスト、はい、まあ、続々ね、うんうんうん、投稿されていますけども、ね、今回はですね、過去の受賞者の方にですね、はい、インタビューを聞いてきて、はい、まあ、この後に参加する人たちの参考になったらいいんじゃないかな、うん、というコンテンツの、今回は3本目、はい、昨年グランプリを受賞された週刊パラドックスさんの主催である中村さんにインタビューを取ってきておりますので、はい、早速見てみましょう。どうぞ。週刊パラドックスの中村正俊です。よろしくお願いします。まあ、ちょうど11月ぐらいからその週刊パラドックスっていうネットの劇団なんですけど、それを指導しようと思っていて、それのなんていうんですかね、勢いをつけるために何か賞を取りたいみたいなことがあって、でその中でその15分の演劇動画っていうのがコンセプトにすごい、週刊パラドックスのコンセプトにすごい似てたので、ここで撮らなきゃだったらネット機能やるべきじゃないだろうっていうのをで始めたっていうのが大きいです。9月の10日ぐらいから意識し始めたので、もう50作ぐらい 先にコンクール出てたので、どうしたらこのアーカイブというか画像でクリックしたいって思えるかなっていうのから発想を考え始めて、その時の自分の流行りがちょっと社会派的なのできたらいいなみたいなのがあったので、その2つからちょっと LINE っていうのが来たって感じですかね。まず一番最初の苦労は15分以内に収まらないっていうところでして、結構高速なスピードで打たないと15分に収まらないので、最初に初投資してみた時は50分かかってしまって、まあ、一番大きな工夫はパソコンで自分の打つセリフをもうメモで用意しといて、それをコピペの準備して押す押す押すっていう風にして、でそれをまあ僕がちょっと大きなモニター置いてタイミングを指示するみたいな感じでやってました。審査員の方の総評の仕方が面白く見れたかどうかみたいなことを考えてくださったので、演劇なんだから役者の良さが大事だみたいなことが、そういうこととかされちゃったら多分絶対取れなかったと思うので、まあ、そういう運があって取れたかなっていうふうには思いました。じゃあやってよかったですかね。やってよかったですね本当に。それのおかげで、まあ、その次の志望動機っていう作品の一つにも結構つながったと思いますし、東宝シネマズの映画祭で10グランプリをいただいて、だから11月が一番僕らのピークだと思いますね。はい、ということで中村さんでした、はい、うん、やっぱりね苦労されたんだね、うん、やっぱりあの作品は大変だったんだね、うんうんうん、50回撮り直してもらったら大変だなと思いました。本当ですよね、うん、やっぱ最終的に中村さんがねコピペしたりとか指示したりとか、本当相当な工夫を持って15分にやっと収まったんだなっていうのがよく分かりました。でもやっぱそれだけにやっぱ3つの濃い、うん、やっぱ会話劇ができてたと思うので、うん、あれはね本当に面白いと思う。それはやっぱり大したもんだなと思いました、うんうん、ね、その後だって、はい、東宝シネマの映画でグランプリも取られたってことで、ね、そうそうそう、あの志望動機もねなかなか見応えのある、うんうん、面白い作品でした。なので、まあ、そっちも見ていただければと思いますけども、いや、 やっぱそれにしてもね、うん、あのみんなやっぱり賞金とか賞とかをガンガン狙ってきてる、やっぱりね、うん、気合があった人たちがやっぱり賞を取るべくして取ってるっていう感じがしたので、ちょっとねこれからやる方ももう狙っていってもらえればね、狙ってきてくださいどんどん、ね、本当にいいのちょっとお待ちしてますので、うん、ぜひお待ちしてます、はい、お待ちしてます。今若いクリエイターたちの間で登竜門的な存在として注目を集めているのがクォータースターコンテスト。ルールはシンプル、12分から15分の動画にすること、1台のカメラで収録、動画編集は NG、 誰でも参加自由、参加費は無料だ。そして今回の審査員を務めるのは鴻上尚史、野宮真貴、雪貞功、新羅ドットネット柏井万作の4人。見事彼らに認められグランプリ賞金30万円を手にするのは誰だ。スケジュール詳細は公式サイトで。やってみないとわからないんじゃない。宝くじと一緒よ。